ドグラースは、フランス海軍のトゥールビル旧駆逐艦3番艦。艦名は、フランスワ・ドグラスに由来する。ドグラースは、DCN ロリアン交渉で建造され1972年7月25日に、寄港、1974年11月30日に、浸水、1977年10月1日に、収益する。1977年10月15日に、 グラースのルバール・シュルルーと命名都市の関係を結ぶ。ド・グラースはブレストに配備され、戦略海洋部隊の保全を主任務都市海洋における、初任務にあたる。1994年から1996年に、かけて D610 トゥールビルと同様のスラムズ、対戦システム及びソナーの改修工事を受ける。2001年末頃には、 R91 シャルルドゴールの護衛のため2002年までインド洋に派遣される。2006年4月、カナールアンシェンレの報道により、事故が発覚する。演習中に栄光ソナーを失い、退役した D611 デュゲートルーアンのソナーを再利用し、復旧する。2008年末頃から2009年初頭にかけて、東地中海に展開式プロスやベルートに寄港する。 2010年8月から12月までアタランタ作戦に参加するためソマリア沖アデン湾に展開したウナベフォ4サンクスフレンチウォーシップ FS でグラスアフター4マンツオブオペレーションズありがとうございます